のおっしゃい。今じゃご堪能な藤井。じゃあ、ほらもう種屋島の人口も減ったし、昔んごと忙しゅうなこうやな。うひどかい。ごめんなさい。採掘をしてもらうもんです。はい、よっしゃい。いや、嫌かな。かばんちゃん。今日は何かないこと。ほら、今夜夏メレの発表会がこれになるんであっちからおよ、見に頑張ってもらって夏メレになる床屋もしていくとかまあ、一番次行ったらよかよか今日はめっかなのか水、ごめん、今日はヒゲばっかりとかヒゲばかり、ねんかな、手にならんな顔のヒゲな、顔のヒゲ顔のヒゲyou
先輩決定を取ってこいよ。コンクールで優勝したんだから。そう。あれはやけがの薬を塗ってもらって。いや、やけがの薬。大丈夫だ。大丈夫だ。この薬でやったな。口の中も入っとくな。あ、聞いて、詰めたか。あ、いや、薬じゃない、お前。ドッグじゃなかったやかな。まあ、いたしこいやん、まあ。俺もまあ、番付じゃから、急がんから。こう、どうして、だから。
よしもう一回見たら人から笑うからなんとかったり、そのままいけるのは、横にさがそれ気づったことこいじゃなく